フィモーラ。旅行動画にぴったりのベストカメラ。今回は旅行動画のお供に欠かせないカメラ、レンズ、マイクロフォン、三脚などのグッズを紹介するよ。1、カメラ。このメインカメラで主に Vlog や旅行動画の撮影を進めていくんだけど、最近はいろんな種類の Vlog 用のカメラが販売されているから、自分に合ったものを選びたいよね。僕の場合、小さくて軽量のものが欲しかったから、α6300 を選んだんだよね。 4K 撮影や5倍のスローモーション撮影もできるから、旅行動画の撮影にはぴったりなんだ。このカメラで撮影する動画はムービー仕立てやプロ感満載に仕上げることができる優れものなんだ。ビロガーにとって嬉しい機能が、業界随一ともいえる優れたオートフォーカス機能。もしオートフォーカスに優れたカメラを探しているなら、この α6300 がおすすめだよ。カメラを手に持って撮影する機会が多い場合は、解像度を1080まで落とした方がいいね。このカメラの欠点は、 4K 撮影をする場合にローリングシャッター現象が起きてしまうことなんだ。被写体に歪みが生じてしまうこともあるから気をつけた方がいいね。でも α6300 で撮影する 4K 映像のクオリティはものすごく高いから、風景や動きの少ない被写体を撮影するのにぴったりだね。値段以上に価値のあるカメラだね。 2. レンズ。いろんなカメラレンズを使うと雰囲気の異なる写真が撮れて便利だよね。今ここには10から 18mm の広角レンズがあるんだけど、これは Vlog や風景、自撮りにぴったりだね。この16から 70mm テレフォトレンズはズームショットに大活躍。このカメラのレンズの数字が大きいほど被写体を近くで捉えることができるんだ。他にも 50mm1.8 単焦点レンズがあるんだけど、これはローライト撮影に最適だね。レンズの絞り値が小さいほどローライト撮影に向いているんだ。本当はもっとたくさんレンズが欲しいところなんだけど、どれか一つ絶対に選ばなきゃいけないって場合には、10から 18mm レンズをおすすめするね。アングルをより広く撮られることができるから、自撮りには欠かせないし、風景の撮影にも便利。クロースショットを撮りたい場合は被写体に近づいて撮ればいいしね。 3. マイクロフォン。撮影した画像や動画のクオリティも大事だけど、上質の音声なしではやっぱり意味がないよね。残念ながら最近のカメラにはいい内蔵マイクが搭載されていない場合が多いから、音声マイクに投資するのもいい選択だよね。僕はロードのビデオマイクを使っているんだけど、値段の割にはすごく便利に使えるアイテムなんだ。室内での撮影の場合はこれだけで十分。室外での撮影にはこれをつけると風の音なんかも防いでくれる。 4. 三脚。旅行動画でタイムラプス動画を撮影したい時や、スムーズなパンやチルトを撮りたい場合は三脚が必要だね。これは持参する中で最も大きく重い荷物になるから、もし必要がなければ置いていこう。三脚は小さく折りたたむことができるし、目的に合わせて使い分けることもできるから、パンやチルトを撮りたい時には便利なアイテムだね。三脚を持っていくことに決めたら、自分のスタイルでアレンジしてみよう。この三脚は実は2つの三脚を組み合わせて作ってるんだ。最初の三脚はパンやチルトにぴったりのマンフロットフルイドヘッドで、これを別の三脚、カーボンファイバートライポッドレッグにくっつけているんだ。この2つを組み合わせることで重量を半分にまで減らすことができるんだ。撮影の負担を減らす賢い方法だよね。フィモーラ動画編集の他の動画もチェックして、その他撮影に使える便利アイテムを見てみてね。